不気味な建物。これ、ユキのサンダルじゃないかしら。穴が開いてる。部屋の鍵じゃないかしら。急がないと。ユキは確かにこの部屋にいたはずなんだけど。ユキ死んだね。何？you
どうして急に停電なんてしたのかしら。の中にこんな人形があったよ。さっきこういう不気味なやつ好きじゃん。せっかくだから持っていきなさいよ。まったく人聞き悪いな。ってこれさっき見つけた人形とすごく似てる。はあ、私緊張が解けてトイレに行きたくなったの。でも怖いからサキも一緒についてきてくれる？しょうがないわね。雪や眉もあれに襲われたのかしら。あ、こんなところに鍵。
黒く塗りつぶされてる。早く茜を見つけないと。私は大丈夫だけど、ユキとマユが。ごめんね。私がこんな島に来ようって言ったばかりにこんなことになってしまって、きっと私の責任だわ。ううん、茜は悪くないのよ。あの君の悪…とにかく早く携帯を。この場から逃げなきゃ。